まずマットで紫がエヴァっぽい。僕の場合はほとんど L じゃなくて R をこう曲げることが多いから、うん、L を押しといて R だけこうするっていうのは便利かなと思いました。装着感、ここ多分ヘアコードバンドが多分いいんだと思う。結構しっかりしてる。ここが結構大きく取られてて、かつここのクッションも結構効いてるから、僕は好きですね。なんかこれは結構フラットで、でもローが多めというか、多分こう今のベースミュージックとか、ダンスミュージック作る時のモニターには結構最適だと思います。なんか結構やっぱ家で作ってると、サブウーハーも別に鳴らされてるし、ローの確認っていうのがやっぱ一番こう曲作ってると難しいんで、そういう時になんかこういうヘッドホンが1個あると便利かなと思います。これやったら軽くてかつこう普段使いもできるし、でクラブの DJ でもモニターで使えるし、かつ自宅のモニターにも向いてるかなと。結構オールマイティに使えると思います。